春日山田王女以降は、安官天皇の皇后。古事記には、春日山大いらつめとある。父は、人間天皇。母は、ワニヌカ君娘。子女はなし。春日山田王女、古市高谷良、慶大天皇7年9月、曲がり体慶未この日となった。安官天皇元年3月6日に、安官天皇の皇后に立候補された。翌4月、伊人国造枠後が、 高級に乱入するというハップニングがあり、その食材のためい神宮家が献上された。戦火天皇法御後に即位前の金明天皇に当局を進められたが辞退したとあり、これは初の女性天皇である、水古天皇即位前の出来事である。戦火天皇5年12月5日、金明天皇即位と同時に皇太后に建てられた。没年は不明であるが、 没後安官天皇の妹の神前王女と共に、安官天皇の御両の旧士高屋九両に合葬されたという。しかし後年の演技式書領料では、安官天皇両とは別に腰高屋墓をあげる。ありがとうございます。